それが頼んでた義手か。もちろんただの義手ではありません。大した自信じゃねえか。そりゃすげえってばよ。七代目の驚かれる顔が今から楽しみです。片助には元のポジションに復帰してもらって正解だったな。思ったより元気そうで安心したぜ。誰が片助に現実をかけたかは未だに。義手のテストはどうする？俺一人でもいいんだけどな。ちょうどいい相手がいるってばよ。ただいま。おかえりなさい。じゃーん。どうだってばさ。さすがお兄ちゃん、気が利くね。だよな。インナーの諸君、器が失われた。器を移送中の飛行船が消息を絶ったんだ。冗談じゃないわ。国一つ変えるだけの金をドブに捨てたというの？あとは詳しい座標を割り出し。そのような甘い認識がこの手の失態を生むのでは。この件によるタイムロスそのものは確かに想定誤差の範囲内。責任者は落とし前つけろって話よね。何らかの妨害工作があったに違いない。責任のこれは見苦しいな。証明できるさ。計画は今この時も進行しているのだから、もはや貴様には関係ない。アウターを一人動かすとしよう。次元殿、当該セクターは私の担当です。今まで我々の存在を悟られぬよう慎重にことを進めてきましたが。私も孤児と同意見だ。アウターとはこちらで接触します。何としてでも回収しろ。7代目とボルトの試合を見逃すわけにはいかないからね。緊張してる？どっちかっつうと嬉しい方が勝ってんな。少しは成長したってとこ父ちゃんに見せつけてやんねえとな。圧縮螺旋岩はもう使えなくなっちまったけど、別々の性質変化を混ぜるっていうアイディアをもらったからな。ボルト、そろそろ時間だよ。真っ向勝負で父ちゃんに一泡吹かせてやるってばさ。どうだ、新しい技術の具合は？使ってみねえことには何とも言えねえな。その方があいつもやる気になるだろう。遅えぞボルト。余裕じゃねえかボルト。これは戦いじゃねえ。先に相手を地面に倒した方が勝ち。全力で勝つ。螺旋岩。悪くねえ。そうやってガードばっかでごまかす気じゃねえだろうな。サポート頼むぞ。おい、何企んでるか知らねえが乗ってやろうじゃねえか。クルトン月風ショー、引導を渡してやるぜ。ライトン新ライセン。惜しい。掛け合わせか。腕を曲げたな。そういうことかよ。そのためごとぶっ飛ばしてやるよ。いって、あ、右腕が。右腕の義手だけをその場に残しておとりに。いい勝負だったってばよ。強くなったなボルト。実はさっきの腕のことだがな。何か魂胆があるんじゃねえかとは思ってたけど、お前の実力がどのぐらい上がったか知っておきたかったのも事実だ。こいつを使えば相手の術を吸収して無効化できる。そんな説明はどうでもいいんだよ。俺に散々パラダメっつっといて父ちゃんも使ってんじゃねえかよ。要は使い方だ。道具そのものが悪いと言ってるんじゃない。それは科学人具の持つ一面でしかない。お前がさっきこいつに目を奪われて。そういえばパパ、いつ戻ったの？ついさっきな。で、収穫は？カラという組織こそ裏の裏、この世界の危機はまだ去っていないってことだ。サスケさん、カラについては何か分かったのか？これといったものはつかめなかった。お前でも尻尾をつかめないとはな。真珠の剣といい、現状誰にも悟られず行動している。ボルトの印とも関係しているんですよね、そのカラって組織は。どこかで暗躍していると考えるべきだ。みんなを守るために力が必要なんだ。科学人具なんかじゃなくてさ、このインチキ科学者。就任試験の時はよくも。任務だから呼んだんだ。はあ？任務？これも火影をサポートする力。お前の憧れるサスケと同じようにな。大丈夫、お前たちの実力はもう中忍並みだ。竜丹の町の先端技術研究所へ向かってくれ。竜丹の研究所は木の葉よりも規模が大きい。片助の護衛と科学人具の輸送。やってられるかよ。サラダ、ミツキ、ボルトの委員には十分注意してくれ。なるべく
目を離さないでやってほしい。受けるさ、あいつは。そこに隠れていてくれ。わかりました。まだです、姿は見えません。ボルト、青がこちらに近づいています。これで隠れているつもりか。ヘビミカクス、今だ、ピッチ。はい、残念だったな。何を、やられたよ、ポーズ。ラテンガン、ボルト。ここは俺に任せてくれ。うん、ラテンガン、行くぞ。